中華共和国は1933年に発生した復権事変の際、人命クルル、リワタルシン、及び19素事軍の指導者によって復権省復讐で樹立された地方政権の名称。復権人民政府の名で呼ばれることが多い。正式名称は中華共和国人民革命政府で反日反省解析を標榜した。首都は復讐市。 中南銀行及び中国銀行発行の銀行券を通過とした。1933年11月22日に正式な成立を果たしたが、1934年1月13日に国民政府中央軍が復讐に進駐したため、政権の維持はわずかにか月足らずであった。中華共和国を成立させた国民革命軍19素事軍の前身は、 関東軍第一師団である。1926年、関東軍第一師団は、国民革命第四軍に改編され、りわたるシンが、軍長に任命された。北伐の過程で第四軍は、大きな戦果を上げ、人命クルルが師団長に任じられていた第十師は、第十一軍に改編されている。1930年の中原大戦に、第十一軍が参加し、協力賞。 炎釈山の軍を撃破している。その後第11軍は19素地軍と改編され、小光を葬式、最低を軍長とする体制が確立された。1931年に満州事変が勃発すると19素地軍の任務は、上海防衛を任務であった。この時期、対日方針をめぐって、南京国民政府では、内部対立が続いており、小解析が下野すると政府は、 王朝明ら関東派系による運営が始まった。1932年の第一次上海事変では、抗日意欲の強い19素寺軍は、日本軍と積極的に戦った。しかし、日本軍との衝突を避けたい、蒋介石は19素寺軍を上海から福建省に移駐させ、航軍討伐を命じた。その後、軍事的指導者不在の南京政府は再び、 小解析による指導体制を確立し、満州、上海の両事変は外交交渉により単空停戦協定で一応の解決を見た。上海を離れた19祖事軍は、復建地区での共産党勢力討伐作戦に従事、したが法徳海軍との戦闘に敗北した後は、降着状態が続いた。最低等は、 共産党との和解交渉により訂正を図り、陳明クルルがヨーロッパより帰国すると1933年6月には、理想人チン、陳渡る党らと連絡を取り、復讐に人民政府を成立させて、南京国民政府に対抗することを提案するが、二人はこの提案に賛同しなかった。しかし、蒋介石がこの情報を入手するに至り、福建で起こるであろう。 政変への準備が急速に進展した。中華共和国の首脳人理渡る新陳名、クルル最低小光1933年11月20日に、復権事変が勃発すると、小光らの19素人軍少量は、後世派の利渡るや陳名クルル、第三党の聞きかけら、格闘各派の反省派の軍人、政治家を結集し、生産人民党及び第三党による、 中国全国人民臨時代表大会を復讐で開催し、中華共和国人民革命政府の成立を決議し、また、人民権利宣言を採択した。同日中に、リワる、ル、チンメクルル、チンとモヒト、ショウヒカリ、ファンキショウの11名が、政府委員に選出され、後世の中華ソビエト共和国臨時政府と停戦。 および経済協力の文書を交換し、農耕小学兵代表大会が政府の最高権力機構であることが宣言された。リワタルは政府委員会主席に、また、小光が経済委員会主席、チンメるクルルが文化委員会主席、最低は軍事委員会主席に、それぞれ選出された。翌21日、最低、小光、カリ、リワタル、チメ クルルラは中国国民党から脱党する胸の電報を各所に発した。22日、中華共和国人民革命政府の成立を宣言して中国国民党を廃止、独自の記念法を採用し、この年を中華共和国元年に定めた。また、19総寺軍は人民革命軍と解消された。この政権には社会民主主義者から国家主義者まで、 半日半尚で一致した人々が組織され、その政策は民主、自由の保障、土地改革、産業統制などを柱とした。しかし、中華共和国は国民党内の親商配外で広範な支持を獲得することができなかった。関東省の陳渡る党は、小介席の改鋳により、中華共和国への不支持を孫文未亡人の総敬令も政権樹立に、 反対の立場を表明した。そのため、中華共和国は、中国共産党との協力関係を模索するが、この時共産党内部では、毛沢東を主犯とする慶派と欧米を主犯とする、国際派の権力闘争が行われて交渉が進捗しないばかりか、12月5日には欧米が、復権政府は非人民的、非革命的であり、革命路線と非革命路線の中道を行くもので、 失敗は免れないと中華共和国を強い調子で批判する声明を発した。欧米らはその極左的方針と政治的未熟さのために福建の中華共和国をうまく支援できなかったのである。蒋介石は福建での政変に対処すべく1934年1月1日に総攻撃を開始し、八古師団の陸軍部隊を投入するとと,ともに会場、海上 航空兵力を駆使して攻撃を加えた。圧倒的軍事的優勢を誇る中央軍の前に人民革命軍は壊滅5個軍団中4個が前線で反乱を起こし中央軍に投降した。中央軍は1月13日に復讐に進駐し中華共和国政府は成立後53日で崩壊した。21日には 人民革命軍の残存部隊も中央に投降し、ここに復権事変は終結した。小光、最低、人命クルル、リ渡る新党は、香港に逃亡、人民革命軍は解散となり、兵力は各部隊に分散して再配置された。1932年以降の地方軍の反乱は、復権事変も含め、どの場合も短期間のうちに収束し、 むしろその過程を通して、小解析支持勢力の優位が揺るぎないものになっていった。ありがとうございます。